はい、どうも、どうも、東京でも、やーめっちゃホールデー、ありがとうございます。押して押して、プッシュ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 。ということで、ありがとうございます。ということで、最後の、3箱目でございます。ね、1回開けてるんでね、1箱目のやつとね、変わりはないんですけれども、またこの感じです。輪ゴムで止まっている、ね、ジャンプフェスタも見たことあるやつが、もうちらほら見えております。また、ね、前回同様、こっからが長いんですよ。ここまで撮るのはいいんですけど、こっからが長い。選別に時間がかかる。というところで、しばらく、これね、早送りでほらよくやる方とかもいるんですけど、あれ、いやー、それが長くねってな、多分なると思うんです。で、容量の問題もあるんで、ちょっと待っててくださいね。では、今から仕分けするぜー。サワンナダチャンネル。はい、というわけで仕分けが終わりました。やっと空っぽな、かなりかかった、1時間以上かかったんじゃない?これずーっとやってたからね。ということで、こちらが遊戯王カードでございます。こんなにいっぱいありました。そしてまた毎回多いですね、ポケモンです。ポケモンもだいぶあります。そうだな、一束。この束だとどうだろうな、500ぐらいあるかな、この一番高いやつが。ということ感じですか。どうだろうな、なんとも言えないですけどね。ちょっと数、そこまで数えてなかったんでね。で、刀剣ラブ、鬼滅の刃。これ種類もね、違うんですね。ワンピース。そしてこれがアンスタじゃない、カラフルステージってやつかな。初音ミクなんとかステージみたいな。ね、こうやつ。で、これがいつものジャンプのなんか買うともらえるカードですね。アニメート系のやつかな。で、これ何なんだろうな。ごめんなさい。ちょっとよくわかんないんですけど、シャドーバースかな?で、なんか仮面ライダーのポテトチップスに入ってたなんかミニチュア、これ、こういうカードなのかな?こんなちっちゃくなっちゃった?これ。復刻版?マジンガー Z って書いてあるな。ちょっとよくわかんないですけど、これね。で、これがこれもカラフルステージかな?で、これブルーロック。アニメでやってます。そして、カテキョヒットのリボーン。そして、これが、なんだっけ。これ。プリズムコネクトってやつですね。なんかで作品によってちょっとカードが違うんですね。これデュラララとかが多いけど。あー、崩した。で、これトリコね。懐かしトリコですね。で、これが、これはね、ポケモンでしょ?これガンダムウォーです。ガンダムウォーはね、キラーカードがないので基本プロモーしかないですよね、確かね。レアカードはね、全部、R って書いてるだけなんで。で、これロードオブザリングでございます。映画のね、三部作だったロードオブザリング。のトレカ。そして今回少なかったね。プロ野球カード。ちょっと少なかったですね。はい。そしてまたね、いつものように多いです。なんつったっけこれ。バイスシュバルツ。結構多い。そして、あ、これ見てください。この輪ゴムの量。これ、もう前回捨てちゃったんですよ、全部ね。ちょっと見てもらおうかな。これ全部剥がすのにまず時間がかかるっていうね。そしてこれがなんか、なんだっけこれ。これ、あれだ。さ、なんだっけ、プレシャスメモリーズ、英語読めなかった。で、これがなんか、クルセイドっていう、このなんか、サンライズ系の、あ、でもこれジョジョだわ。うん、なんかね、いろいろあるんですよね。なんかガンダムとか、サンライズ系かと思ってたけど、違うのかな。そしてこれ SD ガンダムですね、懐かしい。カードだし。そしてこれがドラゴンボールなんですけど、これドラゴンボールでもね、まあ、ちょっと種類がね、ちょっと違うのがいて。ウェハースのやつとか、この昔のカードですとか、で、これガンダムウォーのネクストってやつかな。ネクストです。ネストだっけって。なんかそんな感じの。ネクスト。ね。で、これがファイナルファンタジーのカードゲームのやつ。でね、これ野球なんですけど、海外のやつ。ね。あ、これもクルセイドですね。間違えちゃった。これガンダム、なんだっけ。サンライズクルセイドっていうのがあるんだ。そうだ。サンライズクルスイードは多分サンライズ作品のだけあると思うんですけど。で、こっちはガンダムですね。俺がガンダムだみたいなこのガンダム00のやつですね。で、少ないんですけど、バンダイ版の遊戯王にね。そしてこれがね、カード出すなんですけど、
セイントセイヤ。ねえ、なんかすげえ懐かしいカード。まあ俺は集めてなかったんですけど、ねえ、なんかこんなんね、これよくわからない。おじさんの、あ、リバースってやつね。で、これがツイステですね。で、これ、大の大冒険なのっけ、カードゲームです。これが、なんだっけ、五等分の花嫁。ね。で、これがいつもの、ね、呪術廻戦。で、これツイステですね。ツイステのカード。あ、これなんだっけ。ごめんなさいね。これツイ、これがなんだっけな。あ、ラブライブ。ね。で、これ、金玉です。金玉のカードです。ね。はい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 。そしたら行きましょうか。これ、あ、これなんか出てきた。メザスタってやつっけ？ゲーセンで使うやつ。ね、メダルのゲームですね。また数年すると変わるんでしょうねって気が、ちょっとしちゃうけれども。で、東方のカード。これ、大の大冒険でしょ？昔の。え？ですよね。あれ違ったっけ？これ。あ、違う。冒険王ビートってやつだ。ああ、そうだ。その後みたいなね。で、これがロマンシング佐賀系のカードですね。佐賀系のカード。で、これが、あ、これはダブ、なんか違うの混ざってる。仮面ライダー、龍騎。そしてこれ。これがライジングイン、なんだっけ、ライジングストライクってやつで、仮面ライダーと戦隊もののカードゲームですね。なんかデッキによって戦隊ヒーローデッキと仮面ライダー系デッキ。これは仮面ライダーね。勇気のやつか。はい。これやべえ、やってなかった。やってなかった、これ。ああ、まずい。これなんかゲーセンで使う系のやつですね。フォースオブウィルじゃなくて、なんだっけ。なんかね、ごめんなさい、やってなかったわ。ああ、二玉残ってた、これ。で、これガッシュベル。ノーマルしかなさそうです。ガッシュベルです。ね、あれこれさっきやったね。これなんだっけ。ドクターリンに聞いてみてですね。ちょっと俺は世代じゃないんで分かんないですけど。これがドラゴンなんとか、なんかさ、漫画のやつですよね。漫画雑誌のくくりですよね、多分ね。スレイヤーズとか、あの変形ですね。これが、カオスギアっていうカードゲームのやつ。で、これがですね、ごめんなさい、よく分からないやつ。名前もちょっとよく分からないんですけど、こういうね、カードゲームのやつですね。で、これ自治体が出してるやつですね。トンネルとか。栃木トンネルカードとか。ダムカードとか昔ありましたよね。ああいう系とかですね。あ、これがダムカードか。ね。発電所とかだな。なんかね。これ自治体が出してるやつですね。なんか行くともらえるやつ。みたいなね。はい。で、これが、ちょっと進撃の巨人なんですけど、これもまたカードが、ジーククローネっていうシリーズですね。で、これが何だっけ、これ。陰陽師神父っていうんですか、神父ですかね、ちょっとわかんないんですけどね。で、これのサイン書いてあるやつ。レベルネオ。で、ブリーチ。1枚しかない。これ、ナルトですね。で、これ、プリキュア。銀玉。あれ、銀玉さっきなかったっけ、あれ、うん、で、ハンター、ハンターですね。で、テニプリと。で、あ、これもカメラライダーですね。ドクターリーナ、これ。で、これがね、カードキャプターサクラ。これもね、種類がちょっと違うのもあったりするんですけど、ただね、ちょっと状態が悪かったですね。角が折れてるのとか結構多かったかな。ね。で、これが虫キングですね。で、これ妖怪ウォッチもね、ちょっと種類が違う。二つ、二種類。カードゲームのやつと、ゲーセンで遊ぶやつと。ね、はい。これなんですかね、これ。これ何これ、あ、ハガレンですね。ハガレンもちょっと種類が違うのも混ざってるかな、カードゲームと。ね、アニメが大体放送されれば大体出てました。これも、なんかゲームのガンダムですね。これね。はい。で、これドラクエのなんか、またこれもゲーセンで遊ぶやつ。で、これが、キラリンレボリューション。で、これがフォースオブビルですね。カードゲーム。で、これ、いや、出たね。稲妻イレブン。っていうか、これも稲妻イレブンだわ。よかった。二つに分かれて、同じとダブってた。もうね、数が多すぎてね、ちょっと手に負えたことだけ、これね、その他のカードでね、こう分けてたんですよ。もうよくわからんと思ってね、これボカロ系のやつですよね。ボーカロイド系。ね、ディズニーとか。これさっきのやつじゃない？あ、違う。スレイヤーズファイトってカードゲーム出ちゃってね。この辺ももう、あ、DM が1枚あったかな。もうね、こっからね、もうね、あ、もういいや、みたいな。
ちょ、枚数が少なすぎてね、あの、もう広がきれない。こんなになってるんですよ、もうだって。もう無理無理と思ってさ、もう場所が開かないかなと思って。で、これが、なんだっけ。メダロット。メダロットのカードゲームですね。メダロット。で、これちょっと光ってるって感じがあるんですけど、これ大体、そうでしょうっていうね。買えば大体光ってんじゃね、ちょっとはっていうね。シャドーバースですかね。はい。これは違うな。なんか女の子の違うやつです。まあ、これシャドーバース。これがなんか、リボン？リボンの付録で出てたやつの、この作品のなんかカードのやつ。ね。なんか、こういうのが流行るとね、いっぱい出るんすよね。で、これが、もうほぼその他ですね。はい。うん。まあ、ちょっと妖怪ウォッチとまたね、もうちょっと辛い、しんどくなって、ちょっと時間かかりすぎると思ってね。ランブリングエンジェル。ね。もう枚数少ない。ついてまだだった。で、テニプリ。あ、これあれですね。動物の森。ね。ツイステマだったんですか。動物の森ね。昔の D、あの、64とかのやつですかね。E カード。あ、DS か。DS ですね。スイッチ？え？じゃないね。ラブライブ。あ、ラブライブさっき最初の方出てきましたよね。もうそれもね、わかんなくなってきちゃって、時間がかかりすぎてね。昼若にあの、ね、この辺もボカロ系なのかな。初音ミクさん。これアンジェリーク。ね。なんだこれ。月歌。月歌もさっきありましたね、それね。はい、ついしてね。はい、あ、ラブライブまた出てきちゃった。これ何のカードかもうよくわからんと思ってね。あ、これはでもあれだ、カードキャプター桜ですね。これもアンスタ。アンスタ、お、なあ、危ない。なあ、ちょっと、大丈夫だったね。なんか、こういうのも買ったらもらえるんじゃねっていう。配ってたんじゃないのみたいなね。あ、これドラクエの、あれだ、こっちの、やつですね。これ、あ、ヒカルの5。プラスチックカード。1枚しかないからね。ラブライブですね、これね。で、ツイステと。あ、で、これか。これ、アイデンティティかな。おー、忍たま乱太郎。そして仮面ライダー。リアルなやつ。ね。いうことですよ。そして、まだこっちにもありますよ。ほら、もうこの辺で、ね、もうね、もう無理と思ってね。VTuber さんの、あれですよ。VTuber チップスのカードじゃないかなと思うんだけど。ね、はい。でね、もう、あ、諦めちゃったやつ。もう、あっちに置くのめんどくせえってなってね、剥がれるでしょ。呪術回戦ですよ。呪術回戦もさっき分けてたのに。ね、刀剣ランプ。軽音とか出ちゃった。うまく取れないの、ここ、重なってて。もう、ね、軽音と。ね、はい、妖怪ウォッチもさっきあったな。これもうわかん、あ、これプリキュアか。ね、こういうカードゲームちょっとは、あ、リセットですかな。なんかね、で、これも、なんだっけ。ルローニケンシン。ね。フェイト。この辺フェイトですね。で、またルローゲンに戻り、すいませんね、ひっくり返しですね、ずっとね。フェイトね。これアンスタかな。はい。ちょっとこれだ、ちょっとあんまり見せないやつか。まあまあ大丈夫ですけどね。で、方針演技ですね、これね。で、ついしてと。で、こうディズニーのね、トレカーみたいなのが入ってるんですよね。こうシールなんですよね、しかもね。当たりなのかな、ね、どうなんでしょう。ライオンキングですね。で、これ懐かしの、ファイナルファンタジーのカード出すんですね、これね。1枚しかないって、これはね、モンストのカードっていうね。で、つばさくーん、つばさくんだー。でも、ただ、ノーマル。これ1枚しかないっていうね。モンストね。はい。これもディズニーのやつかな。はい。これガンダムかな。これも、あ、なんか、パワーパフガールズってやつかな。ね。あ、これこれこれ。あ、なんか変だな。普通のがないな。なんだよ、これ。これポケモン、映画のやつかな。ローソンって書いてあるのか。ね。これなんだ、もらえたのかな。なんか買い物したらね。このね、サインが入ってくる。まあまあ、でも印刷だからね。カードビルダーのやつですね。で、ヒロアカと。で、これがね、ファイアーエンブレム。で、これもなんかゲームでしょ。ゲームで遊ぶやつ。ね。で、これはモンストかな。まあ、パズドラって書いてあるわ。ね。もうこんな分けられない。あ、これとかね。もうわかんない。これが、ん？これパズドラか。ね。はい。で、ここで急にカメラで出てきちゃうっていうね。これもほら、サインが入ってるんですよ。これも、東方形でね。はい、で、これ。
これが、さっきのガンダムもなんとかだ。ね、はい。これ何これ、たまごっち。たまごっちのカードですよ。これもなんか、コロコロ買ったらもらえたんでしょっていう感じの、ね、ウルトラマンのやつ。大怪獣ラッシュですか。で、これは何、アイドルマスターサイド M。これなんだろう、これも、これガンダムか。スサノオだ。はい。ダブローネズですね。はい、というわけで、これが、これが、こうの方がいいかな。これが、ノーマルです。やべえです。やべえ感じです。これまた片付けるのすげえ時間かかるね、これ、絶対。もう、分けたのに、動画で映そうとするとぐちゃぐちゃになっちゃうっていうね。はい、そして、ごめんね、ちょっと待って。これ忘れてた、これ。これ。流行ってたんじゃなかったの、これ。ワンピースカードゲーム。マジかと思って、この束。この量です。これ忘れてた。俺、これ最後にやると思ってたの。これ。すごくない?やっぱりそうだよね、と思ってたんです。俺正直ね、ワンピースはね、そういうカードゲームになるアニメじゃないんですよ、はっきり言って。そういうの、そういう作品じゃないんですよね。歴史が長いからって言って。バトルモンってみんなそうなんですけど、初めの方に出てきたやつって弱えんですよね。しょうがねえんだけど。ね、主人公の成長とともに見たらどんどん強くなっていくみたいなやつだから、どうしてもさ、初めの方に出てきたやつはもう、ってなるんですよね。デッキとか、ね、と思うんですけど、まあ、ということで、ちょっとキラーカードちょっと準備するんで、ちょっとお待ちください。茶碗の出チャンネル。はい、というわけで、今度はシール部門行きたいと思います。これね、ゲゲゲの鬼太郎ですね。だこれ残念。ほら、角が、ここ、角を、切れてる。袋から出した時とかに切れたのかな?ちょっとわかんないけど。これ残念ですね。はい。そしてこちらがシール。ね、シール部門だからシールか。呪術回戦でございます。これウェハースとビックリマンも混ざってんじゃないかなっていう感じですね。はい。この袋入ってるのね、ウェハースでしょ。で、名探偵コナン。で、これがドラゴンボールのウェハースかな、これも。ね。あ、V ジャンプとか言ってたら、付録かな。ね。はい、そしてキラーカード部門ですね。その前にこっち行きましょうか。これがですね、これあれだ、サインカード、キラーカードのサインカードですね。これがプリンセスコネクトってやつですね。あれ、これもそうだよね。ね、はい。これサインで、こっちをね、まあ、先にやりたかった。これサインカードですね。ノーマルなんですけどね。なんか男の人しかないっていうね。これガンダムのカードゲームのやつ。で、これディズニーのやつ。おう、ポカホンタス。これが、白猫プロジェクト。で、これがあれですね。なんだっけ。アニマルカイザー。ね。のカードですね。で、これフェイト。ね。で、ノーマルでもやりましたけど、ロードオブザリング。おじいさん光ってっから。っていうね、そしてこれがあれだ。なんだっけ。1枚しかなかった。バディファイトね。もっといっぱい入ってかなと思ったけどね。で、これディズニーのやつですね。かわいいですね。で、これが、ファイアーエンブレム。ね。ファイアーエンブレムって感じですよね。こちらが、あれですね、魔法少女ザ・デュエルってやつかな。ね。はい。これ、リボンですね。はい。で、これがヒロアカ。もう1枚しかない。この辺入ってないって。これがね、よくわかる。なんか、ちょっと俺の世代でもないんですけど、陰陽師、神父って言うんですかね、これね。うん。はい。そして、ワンピースのカード、データカードですかね、これね。はい。で、これがリボンの付録についてたやつのキラーカード。で、これが妖怪ウォッチですね。カードゲームってやつ、キラーカードね。で、これが、あれ?さっきやらなかったっけ?あれ?フェイト。フェイト集めてたんですよね。そしたらね、これ。で、これガンダムダブル O。ね、チャートスリープも入ってるっていう。で、これがね、カードキャプター、サクラ。ね、かわいいんですけど、角がね、ちょっと残念ながらね、ちょっと折れちゃってたりするんですよね。状態があんまり。ね、だから、あれかな。これも不思議。レゴ忍者 GO。これ何なんですかね、これ。っていう感じね、キラーカード。で、これもちょっとよくわかんないカードゲームのやつ。ね、これね、はい。で、これがあれです。バイスシュバルツですね。バイスシュバルツも山ほどありましたけど、これのキラーカードね。
やっぱね、あの、初期の頃ってあんまりなかった。プロモカードみたいなね。あとはもう、最近になって、やっぱね、キラーカードがだいぶ増えてきたみたいな感じですね。そして、まあ、いつものことながら野球のキラーカードですね。こんなにいっぱいありました。そしてこれ、稲妻イレブン。ね。もう入ってねえだろうと入ってましたね。デュエルマスターズ。これもなんかゲームで使うやつですよね、これね。こうなんつったっけな、もう忘れちゃいましたね。なんかね、だいぶ前なんですね、これね。で、これもあの、なんかウェハースかなんかなんですね。戦隊物みたいなやつです。で、これ配給。ね、キラカード。ここ行きましょうか。で、これがリバース 4U ってやつかな。ね、はい。キラカードですね。はい。で、これが昔のワンピースの。これ映画のキャラクターじゃないこれ確か。ね。で、これが、なんだっけ、ドリーミング？あ、ドリフェスか。ドリフェスでしたね。で、これが、戦国大戦。ね。戦国大戦のカードです。で、これが、仮面ライダー。ね。ガンバライド。ね。キラカード。ね。あ、また妖怪ウォッチ出てきた。あれ、二つに分ける。で、これが、メダロット、キラカードね。枚数がね、そんなにいっぱい入ってなかったんですけど、種類がね、これがあの、サンライズ、クルセイドか。クルセイドでもサンライズクルセイドとなんか二つあるね。あ、これ。クルセイドシリーズのんだよね。これね、スーパーロボット対戦。ね、とか、これかっこいいですね。ね、もうあの、なんか、どっちがどっちだかって感じです。ね。あの、なんか分かれてるんですけど、ね、でもまあ、どっちもと、なんかサンライズっぽいけどな、とかね。これトリコですね、キラーカードです。はい。あ、これは、あ、これ戦国大戦。あ、三国志大戦ね。で、ハガレント。で、これもガンダムのやつ。トライエイジか。ね、ゲーセンで遊ぶやつ。で、これの、これもすごいね、ドラクエのやつです、これ。ね。スキャンバトラーズって書いてますね。はい。プロモかな。で、これがあの、リセっていうカードゲームのやつですね。こんな感じで。女の子しか出てこない、これ。女の子のあの、パソコンゲームの、メーカーの、なんかみんなでやってるやつみたいな。女の子ばっかりですね、これね。そして、あ、これ行きましょうか。ね。これもそうです。まあ、ほぼね、ホイールカードなんですけど。そんなにすごいレアカードがあるかっていうと、またちょっと違うんですけど。まあ、ポケモンカードですね。これ、キラーカード。ね、まあ、数が多かったからね。まあまあ、こういうね、普通の中、ただのホイールカードみたいなのもありますけどね。まあ、こっちの方が逆に多いんですけどね。逆というか。なんか言っててよくわかんなくなってますけども。これ、ファイナルファンタジーのカードゲームですね。はい、キラーカード。あ、これは恐竜キング？どっち？あ、恐竜キングね。はい。で、これ、あ、これ、あの、前ありましたね。これの、戦隊ものの、ね、やつですね。あ、そしてこれがちょっと俺は個人的に嬉しいかな。ガンダムのカード出すの、キラーカード。ジョニー・ライデン少佐ですよ。そして。ね。この辺が。ジオング。ね、俺も当てた時嬉しかったな。これ20円でね、1枚出てくるんですよ、これ。カードです。昔のね、懐かしい。そして、こちらですね。昔のポケモンカードのキラーカード。前もね、出てきましたけど。でもね、前回よりもちょっと状態がまだいいかなっていう。ね。まあまあ、傷とか多少あるけどね、しょうがないよね。これもう何十年前だよって話ですからね。という感じです。そして、ね、忘れてしまったこちらでございます。この、売り切れを起こしているカードゲームのキラーカードでございます、ね。ワンピースカードゲームのやつ。カイドウさんとかこんな入ってるよ。ね、キングとか。ね。これ買ったら入ってんじゃないって感じもするけどな。どうなんでしょうね。高値でもう取引されてなくなったのかな。ね。この辺とか。もう、うん、そうだね。はっきり言って最近出てきたやつが一番強いでしょっていう感じになっちゃうからね、どうしてもね。どうなんでしょうか、その辺は。ね。うん、どうしても和の国編的なものが多いね、どうしてもね。という感じですかね。はい。これ急にアニメ版みたいなね。という感じでしょうか、シーザーとかね。お、ということでキラーカードだけこんなにです。ありましたね、だいぶ。だから、ひょっとしたらまだ見落としてるのもあるかもしれないんですけど、まあまあまあ、とりあえずこんな感じで、
ありましたという感じです。では以上です。ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そしてカウドチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ。そいつで俺はタバコに火をつける。別の動画も見てね。